低放射化材料とは、中性子などによる核反応を低減する元素あるいは同位体成分で構成された材料の一種である。核融合炉の増殖ブランケットは14メブという高いエネルギーの核融合中性子の重症者を受けて構成する材料の放射化が生じることになる。結果として発生する低レベル放射性廃棄物の量を削減し、 可能な限り早く放射能の減衰を可能とする元素から構成される低放射化材料の開発が進められている。低放射カフェライト鉱、バナジウム合金、単化ケイ素のセニと、マトリックスからなるセラミックス複合材料である単化ケイ素複合材料、酸化物分散強化合金の一種である酸化物、分散強化フェライト鉱などが用いられている。低放射カフェライトは、鉄とクロム、 タングステンなどによる鋼の一種である。基本的な合金設計指針は、熱光換気等に用いられるフェライト系耐熱光で、あるモッド QCR-1 模様光を踏襲しているが、フェライト系耐熱光の強化元素であるモリブデンやニオブをタングステンやタンタルに置き換えることによって、誘導放射能の低減が図られている。 低放社カフェライト校の基本コンセプトは1983年に提示され、その後欧米や日本において開発が進められた。現在では、核融合研究を進める中国、韓国、インドも、国際熱核融合実験炉 ITER のテストブランケットモジュールで使用するために、急速に開発を進めている。各国で開発が進められている。 代表的な低放射カフェライト校の概要は次の通りである。中性子発生装置等の射蔽に用いられるコンクリートから生じる放射性廃棄物の低減や作業者の被曝量低減のために原料を選別した低放射化コンクリートの開発が進められている。ありがとうございます。